どうも、そうじゃないそうです。ダイアンが卒業して早3日経ったと思うんですけど、でももう3日、はい、早くない？3日経っちゃった。もうダイアン卒業してから正直まだ何も実感僕なんか湧いてないというか、寂しいというかわかんないんですけど、なんと今日からダイアンのオフィシャルサイトとインスタグラムが開設されました。まあもちろん来るとは予想してたと思うんですけど、皆さんも予想してたと思うんですけど、今日から解説ということで、まずダイアンのインスタのアカウントこれです。はい、僕の動画で紹介するのもうなんかおかしいけど、まだぜひフォローしてない人はね、フォローして、あと間違えない、偽物と間違えないようにね、偽物も多分いると思うんで、そういう人とは間違えないように、ちゃんとダイアンの本物のねインスタをフォローしてもらって、もうすでに初投稿というか、何ていうの、一つ目の投稿っていうのもしてるので、ぜひそれもチェックしてみてください。あとオフィシャルサイトとインスタグラムの他に、ダイアンの、スタッフさんのツイッターも解説されてるみたいなんで、ぜひそっちの方もフォローして、まあ、今まではその乃木坂のね、アカウントとか乃木坂でダイアンのね情報というのはお知らせされてきたと思うんですけど、今後はダイアンのオフィシャルサイト、インスタグラム、それからツイッター、スタッフツイッター、白石麻衣スタッフツイッターの方で、ダイアンに関するお知らせはされるみたいなので、まあそれは当たり前だと思うんですけど、されるみたいなんで、ぜひこの3つ全部皆さんチェックして、今後もダイアンの活躍を見届けていきましょう。個人的にインスタはやっぱ一番楽しみっすね。もちろんインスタねやってるメンバーとの絡みもたまには見れるだろうし、まあ、一体ダイアンがどんなストーリーだったりとか投稿するのかってもうめちゃくちゃ楽しみで、あとちょっとこれダイアンとは関係ないというか、なんかついでみたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけど、ジュンナも昨日ぐらいにインスタ始めたと思うんで、ぜひ、まだフォローしてない人はそっちもフォローして、今乃木坂のインスタやってるメンバーの方も一緒に楽しんでいきましょうということで、今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。